Amazon 動画をご覧の皆さん、こんにちは。今回インタビューをさせていただいたのは、浜松を中心に活動されている一葉や、一体どのような方たちなのでしょうか。では早速ご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは、日曜屋です。ではですね、ご挨拶代わりと言ってもなんですが、一曲まずやらせていただきます。はい、あ、じゃあよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。日曜屋です。よろしく。今日はありがとうございます。はい、よろしくお願いします。で、私が主催してガーデンパークの方で年に 2,3 回ですかね、アコースティックライブというガーデンパークを中心にほぼそこでやってます。であとはいろんなところで声かけていただくんで、今岩田のイオン、豊橋のイオンに行ったりとかですね、いろんなところで声かけていただいて、そっちの方で演奏をさせていただきます。それとあとは本当は何のために作ったバンドかっていうと、フォークジャンボリーというイベントがあるんですが、そちらの方へ出たいなということで、実は最初に私、高橋と原の2人 が出まして、それでそこから翌年、その次かな、翌年かそのぐらいにもう1人、服部が加わりまして、これで今年からカホンです。カホン の坂目が加わったと。今だんだんとちょっと大きくなってきていると、今4人で活動していると。なんで目指すことになったらその前になるんですけど、原と高橋が、他のメンバーとロックバンドを、エリック・クラプトンの曲を使用して、あの人がドラムとドラムの曲来てますけど、ベースが別にいて、それでやってて、それでフォークジャンボリーっていう、ね、イベントも、その中では街中でやってる、イベントのやらフェスっていうね、大きなイベント、そちら出させてもらってるんで、フォークジャンボリーも出たいよねっていうことで、この2人で、フォークも好きだと。サンデーナイトを直訳したね、和訳して日本語に日曜の夜で日曜にやらなんだろ、そんなダジャレみたいなダジャレみたいな名前でこの日曜夜成り立ってる。こんなちゃんとしたライブだと思わなかった。どうですか、今日素晴らしいですよ。すごいいいとこで、ね、音響もいいですね。いいですよね。ちょっとびっくりした。びっくりしました。だから普段は本当屋外のね、そのイベント広場とか、本当に なんていうの、小さな本当にスーパーの、店とかそう、ショッピングセンターのやってますので、こういうところでこんなちゃんとしたいや、お客様いっぱい見えてね、もっと練習してきたのに面白いヨシアタクロとかね、ああいうのが好きで、聴きたくなる、大好きで、あれはね、高校、中学の時聴いてて、高校ぐらいからギターを始めたら、なんか、憧れてって感じですね。僕は原君とちょっと、同級生なんでね、よく小大学、五大学がスタートかな。五大学スタートから、僕、5がスタートでビートルしてね、いわゆるチャギアンダースとか、ね、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 喜んでるのを見るのがやっぱり、ね、そうです、帰り逆にエネルギーをもらえるんですよね、お客さんからもね。そんな感じで相手を信じて泣き抜ける人、駆け抜ける一人、雨の中、人をね、やっぱね、繋げますよね、繋がっていくというのが一番、やっぱり今一番世の中でも大事というか、大切なことだなと思って、そういうことができるのがやっぱ何よりも音楽かなっていう。スポーツもできるかもしれないですけど、やっぱり音楽っていうのがもっと気楽にできるっていうので、それをやっぱりできればどんどん繋がりを増やしていきたいというふうに思います。ご覧になっている方々に、ね、メッセージか何かこうありましたら、ぜひズバッとズバッとズバッとぜひ楽しく音楽をしていければなというふうに、もうみんないい年ですので、思いますので、ぜひみんなまた機会があって、声
こんなの嫌と言っていただける方ありましたら、ぜひ呼んでいただければ、本当にタイミングさえあればどこでも参りますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。音楽っていうのは人と人とをつなぐから自分たちも楽しむ、かっこいいですね。さて次回はどのような方が登場するのでしょうか。楽しみですね。それでは次回も見てくださいね。バイバーイ。